に当たった口と妄想に。いやでもやっぱり掴まれるの早いですよね、結構タイミングをね。いやどうしますか。じゃあ次はもう具志堅さんということで、残念ながらいい線までは行ったんですけれども、キャッチまでは行きませんでした。じゃあ具志堅さんも一度こうチャレンジしていただいて、感覚見ていただいてね。でもう一度2回でちょっと感は掴みましたね。あ、さすがですね、なんとなく分かりますか。じゃあはい、マシュマロ置きます。そうですね、やっぱり2回見て感覚が分かってしまうという、具志堅さんさすがですね。距離的にはいい感じです。はい、ね、はい、ね、じゃあいきますよ、はい、いきます。はい、ちょっと前に出過ぎたってことでしょうかね、はい、なるほど。じゃあもう一回やってみましょう。具志堅さん、なんとなく飛距離とか感覚を分かりましたか。ちょっと下がっていただく、はい、そうしたら、はい、少しやっぱり距離を取った方がいいでしょうか。高いほど後ろに行くんだ。そうなんですね、うん、行きます。はい、あー、惜しい、惜しいな、今あ、二人とも、ね、顔には目がけてね、全然全然はい、おお、ありがとうございます。これでも早速もらう感じ。そうですね、はい、はい、一応これ操作してみてやりますかね。本当ですか。これダブルクリックするだけで、ね、あ、本当ですか。あとはここの技量です。この技量です。はい、だからこっちがどういっちゃうんだろうっていう不安もあるんで、そこの葛藤をぶれなければ、多分マシュマロに集中すればいける。マシュマロに集中すればこれさっき動き方一緒なんで、はい、倒したら、でも今こっち向いてるんで、はい、今こっちに倒したら逆倒さないと、はい、こっちに戻らないんで、そういうところも把握しないといけないんで、まあ、まず一旦じゃあこれからこっち側に立ってもらって、はい、こっちが前なんで、はい、それで操作してもらうといいかもしれない、はい、これテイクオフってここ押すと上がります。ここを押し下げていただいて、ちょっと離れてみます。そしたら、ここをダブルタップする感じで、こんな感じになります。あー、おー。あー、すごいですよ。ちょっと待って、赤の感じで、この辺りで、この辺りで、はい。安定するときにフォークを行く、そしたらこのまま前に行って、さあ行きました。行きました。行きます。はい、おお、おめでとうございます。行けました。行けました。すごいすごいまっすぐ飛んでいますもん。だからガイナーですね。びっくりした。おめでとうございます。ありがとうございます。できました。できました。ちょうどいいですね。はい、大丈夫です。いきます。はい、お、何点だ。10点。すごいすごい。あー、本当ですね。これは難しいですね。じゃあ先頭がいきますか。テイクオフさせて、
60点。